こんにちは、ナミさん。メッセージありがとうございます。動画の方もしっかりと掲載させていただきますので、そうですね、10月9日の朝の配信では皆さんにお届けできるんじゃないかなと思います。今回も本当にね、ご入金おめでとうございますということになりますけどもね、ここら辺からちょっとね、私の YouTube 的こぼれ話、小話をさせていただきたいと思いますけども、高校の同窓会っていうのがね、3年ぐらい前に声をかけられて参加することになったんですけども、まあ今回の感染症騒動で同窓会自体はね、ないんですよ。で、この同窓会ってのが、その創立以来、昨年の卒業生まで全部を集めた同窓会なんですよね。これが年に1回行われるのが我が校の伝統ということでね、それも知らなかったんですけども、今回ね、まあ暇ない人とは言わないんですけども、時間が取れる人を集めて、まあ、同窓会をしようかなっていう時に、そのなんで私に声がかかったかというと、YouTube を見て、あ、なんかこんなことやってるんだ、久保君みたいな感じで声をかけてくださったみたいなんですよ。で、まあね、参加してみて、打ち合わせにも何回か行ったのが一昨年のことなんですけども、それ以来活動は休止状態で、 LINE グループだけがね、細々と生きている状態だったんですけども、まあこの度ね、なんかなかなか面白いことがありましてね、それはですね、やっぱり私の高校の同級生というと、まあ早い子は孫がいるとまでは言わないんですけども、もうお子さんがね、20歳前後になっちゃったりしてるんですよ。ね、うちではね、私の場合はまだ大和くんが2歳にもならないのに、同じ卒業生、同級生の中ではもうね、20歳前後の子供がいるの、まあ無理はないですよね。うん、20代の半ばで出産、結婚を経験した、まあ女子生徒も多かったと思いますけども、確かにね、20歳超えてる子もいるだろうなと、孫がいる子もいるだろうなとはぼんやり思うわけなんですけども、まあその中で、なんていうんですかね、将来のことを考えて YouTuber になりたいんだっていうことで、同じ広島県、そして福山市などの YouTuber を検索しているお子さんがいたそうなんですよ。まあそれで、まあ私に行き着いたということでね、で、こんな人がいるよっていうふうに見せてきたそうなんですよ。それがね、私大門高校の卒業生とかなんとかっていうのは多分知らなかったと思うんですけども、で、YouTube でこんなことやってて、アクセス集めてなんか儲かってる人がいるみたいだよっていうふうに、まあその知らせてくれたのらしいんですよ、ね、お母さんに。さあ、そのお母さんがまさに同級生で、その LINE グループ、同窓会の LINE グループに入ってて、で、何、久保君なんか見つかっとるよみたいな感じでね、まあ見つかるわよな、それはみたいなとこですよね。つまり何が言いたいかっていうと、もう完全に世代が変わってきて、時代が時代ならね、プロ野球の選手がテレビで活躍してるのを見て、あれお母さんのところの学校の人だよね、同じ同級生だよねみたいな感覚で、今その若い子は、ね、テレビを見ないんですよ。全て情報源はスマホの中の YouTube で、お茶の間に行ってテレビをみんなで見るみたいなことはないわけですよね。部屋にもテレビがないらしいんですよ。ね、私の頃ってのは部屋に自分のテレビがあったらいいなと思ってたんですけども、もう今はね、部屋にテレビ置かないんですよね。スマホでいいわけなんですよ。そうなるとね、スマホの中で出てきた人が映画スターなんですよね。この感覚はどうしてもね、テレビばっかりに影響を受けてきた私にはわからないところなんですよ。今はスマホの向こうにいる人がテレビタレントとかね、映画スターよりも身近だそうなんですよね。まあ、その中で私のこうやってくっちゃべってるね、 YouTube を見つけて、で、おー、なるほど、なんかこういうふうに考えればいいんだとかね、あ、投資ってそういうことなんだ、ビジネスってこうなんだとか、あ、恋愛ってそうなんだみたいなことをずーっと見てた方が、ねえねえお母さんみたいに見せたところ、あ、これね、うちの同級生が久保くんよとか言って、すごい、会ってみたいみたいになったらしいんですよ。なんかどっかでそうやって盛り上がるね、グループがいるのはなかなか面白いなって、 YouTube っていいなと思いますよね。こうやってね、大した顔ではないんですけども、顔出しでやって、まあ名前出しでやってね、つまり YouTube の中で生きる人生ってのは、私が YouTube じゃないところで生きてる人生とまあイコールなわけなんですよね。こう何の飾り気もなくて、嘘偽りもなくって、いろんな勘違いとかね、思い違いはあるけども、それも込みで人間で生きてるものなんで、それを全部切り取ってるわけなんですよね。そうするとね、リアルとリアルがつながるっていうんですかね。だから何にも、だから YouTube で
見せてるところがないんですよ、私は。見せるっていうのは、この偽って見せてるところがないんですよ。ほんと等身大の放送に心がけてるんで、まさにこのままだし、この考え方だし、この人生だしみたいなの見せてると、すごくね、信頼関係築きやすいんだなと思ったんですよ。その嘘が何もないっていうかね、前貸しが何もないわけですよ。だから YouTube の顔出しってほんとすごいなと思いましたね、うん、まさにね、 YouTube こそが最強の出会い系サイトなんではないかなというところで、なんかね、どうしましょうって感じです。もうちょっとかっこよく映るように飾っていかないといけないかなと思ったら、だんだん自分らしさから離れていくような気がしますけども、まあまあ一定の身だしなみはしていこうかなっていうのが、まとまった今回の考えでした。ちょっと小話をね、お届けしました。まあこうやって私の耳には入ってないけども、あっちこっちで、あ、これ同級生だよとかね、あ、この人知ってるみたいな感じで、もう噂にはなってるのかもしれないですね、うん、ただ今のところね、その辺歩いていて、あ、YouTuber の久保さんだよみたいなね、追っかけはまだ来ないですけどね。そもそも外は歩かないですからね、なんか、ね、歩いても人もいないし、みたいな昨今でございました。それでは、いってらっしゃい。